レオさんシリーズ毎週水曜日、はい、今週も来ましたね。来ました。前回と引き続き、はい、サイピーに教えてもらってるんですけど、はい、まあ、前回ターンの方をちょっと見直してもらうっていう形で教わったんですけど、今回はやっと実践的な壁に入るっていうことで、でも前回の動画でサイピーの壁の遊び方こんな感じで、ちょっと登れるんだけど降りれねえよっていうで、ズリズリズリっていう感じで落ちてくるんで、そこをちょっとレオさんにうまくレクチャーしてもらおうかなっていう感じになってます、はい、じゃあ早速行きましょう。お願いします。さっきの登りのところの動きの時も、あの見させてもらった時にやっぱりこう、まあ、ハイバック立ててっていうと、ここはうまく治ってきたので、そこの腰から下のコントロールはできてきてるんで、今度は手ですね。壁登って下ってって時、結構前の手がすごい重要で、はい、前の手でコントロールしていくやり方、まずここ覚えていこうと思います。 あれだ、左の手でお尻を前、これイグちゃんこうやって、ね、前動画で、ね、なんなら今日もう総集編みたいになってます、今までの教えの左の手でお尻ちょっと後ろから触る、この時にしっかり後ろから触る、はい、下る時になったら左手で膝の皿を上からしっかり触る、この時に結構メリハリつけた方がいいです。これがふわっとしてると板のこう動きが出にくくなるんで、お尻からこう膝ってこうしっかり触る。でこの時に腰から下で変に板を方向転換させようとしたり切り返しようとすると危ないので、まずは手だけでやっていけるように、ちょっと一個やりたいと思います。まずちょっと低いとこから行きましょうか、はい、じゃあ先生がまたお手本見せながら、はい、そうですね、前を滑ってくれると思いますんで行きましょう。まず低速で行こうと思うんで、ここから行きましょう。まずは低速で、川は壁が地形がいっぱいあってレッスンしてもらうにはちょうどいいです。しっかり腰下がった状態で指先両方とも下げた状態、この状態でお尻触って胸あって、このままお尻触ってここでできたら膝を触る。おー、わかりやすい。ハイバック、ハイバック、ハイバック。すごいあのゆっくりなんですよ。あ、なるほど。お尻から膝みたいな感じになっちゃってるんで、もっとしっかりこうメリハリつけて、こちら下行きましょう。はい、じゃあ行きます。もう行きます。はい、お尻触った状態から指先上げて登ってきて、膝を触る。おこのままちょっと繰り返し、はい、飛んでってる。あのジンも影響でいってるやん。おーおー、ナイスナイス。ではここからあの登って下っての動作できて、やっぱりいよいよ飛びたいと思うんで、飛び込み早いっすよ。飛ぶ動作いっちゃいましょう。はい、そしたらじゃあ試しにオーリーやったことありますか。オーリー、一回ちょっとあのオーリー見せてもらいましょうか。ちょっとでいいっすよ、ほんのちょっとで。全然左足持ち上げる動作ができてるんで全然 OK ですね。一回この平坦な状態で、さっきの姿勢ですね、ヒールエッジする姿勢で、つま先上げた状態で頭の位置を意識したままの状態で、こん
の今と同じ動作をして微妙に30センチぐらいですかね、ここで飛んでこっちへ着地するみたいな感じで、こういう風にここからおお、これ自分にも使えそうだな。使えそう。おお。むずいのこれ。今のこうやってしゃがもうとする動作の時に頭がトゥーの上に乗っちゃうんですよ。なんで今までかけたこのヒールの頭の位置じゃなくて飛ぶ時になるとこっちになっちゃうんで、頭の位置を変えずにそのまま下に下げて、でこのまま頭の位置を落とす。すごいな、これすげえ練習したい。これも練習したいけど。おー、いけたいけたいけた。上手上手。もう体をこういう風に押されるような感じ。ここを後ろに。胸を押されるイメージ。やってみる。おー、おー、いいんじゃない？おー、おい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 。この自分の背中のここら辺を後ろに。引っ張られる感じ。これで引っ張られる方がいいです。これをこのままの頭、こうよく猫背になっちゃうしてるんですけど、猫背だと引っ張れないんですよ、はいはい、このままこういう風に引っ張れるように、なるほど、頭の位置意識して、はいはいはい、ここからこのままの姿勢で後ろ、あ、いいやん、あ、いい。めっちゃいいやん。あ、いいじゃん、いいじゃん。おー、まあ、いいっすね、いいっすね。今みたいに体を起こしてる状態でアプローチして、今のすごい。なるほどな。今ヒールエッジで飛んでちょっと背中側の方に飛ぶ動き、これがだんだんできるようになってきたので、うん、今度ラスト壁に入る手前で1個やりたいんですけど、ちょっと横にヒールエッジでアプローチをして、このまま今と同じ飛び方してノーズが下向くような感じ、まあ90度ぐらいですかね、に着地。なんでお尻側に手を今度は触らなくていいです。なんですけど、触らなくていいんですけど、大体の目安で左足のこの縦の線、あとはヒールエッジのこの横の線、ここがクロスするところぐらいに手を置いておいてあげる。このまま肩の高さまで、さっきやったこの引き上げをしてこっちに来る。この動きをちょっと一回言ってやりますよ、はい、このまま横にゆっくり走って、ここからおお。勉強なんだこれは。横にね、横走る感じ、横走る感じで、ノーズが飛ぼうとするときに体が下がってくる、ノーズになって結局ちょっとノーリっぽく飛んでるんですよ。で、左手左足のこれをあくまでノーズ上げる。もう一回やってみましょうか。なるほどな。真横に走ってるんですよ。真横に行って。おお。両足になった。この真横を走って。おお。真横を。はい。左足を持ち上げる。あ、いい。こういうところのところで行ってみましょうか。おそこの時おーおー、頑張れ。おお、頭が前に出ちゃってるんで、なるほどね、一番が左足で、2番が右足みたいな感じで引き上げができて、氷のあの動きはできてるんで、やっぱこう壁に突っ込むときにどうしても体が垂直に、こう垂直に入れるのが理想なんですけど、ここからこういう風に登ってっちゃうんですよ、左足ので。前回の動画でやったあのちょっと意識してほしい、右足の小指でちょっとこう、はいはいはい、腰が前に出る、ちょっと防ぐために、さっき言った右足の小指を意識したまま登ってってあげると、左手左足が動かしやすくなるんで、はい、ここちょっと意識して。おお、
っちゃ変わったやん。おお、ちょっとスピード出す。スピード出して、お、いい、お、耐えれた。いいね、いいね、いいね。めちゃめちゃいい感じよ。嬉しい。めちゃめちゃいい感じ。嬉しい。今みたいな感じで、まあラインの通り方とかメッチングと、あとその上半身かぶせる動きと飛び方ととかって、うちだと結構バラバラにこうやっていくんですよ。一気にじゃあ飛びますよって言ってもなかなかできないと思うんで、今みたいに1個ずつの動作を覚えてもらって、最後にちょっと合わせてやってあげれると、必要になってくるんで、すごい良かったですね。すごいね。ナイス。嬉しい。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい。良かったです。すごい良かったです。嬉しい。スピード調整もできるし、上りも安定するし。逃走してないですね。下りできるどころかジャンプしちゃうっていう。うんうん、ちゃんと体の引き上げのところまで結構多いんですけど、もともとスピードは出せるんで、うん、滑走レベルは高いんですよ。そうなんですけど、細かいそういうやり方が分かんなくてできないって人がほとんどなんで、そういう風にうちみたいなスクールとかでやり方のところしっかり覚えてもらえれば、結構意外とこういう風にできたりもするんで、やっぱり伸び悩んでる人がまだシーズンね、まだまだ長いので、うん、今のうちにそういうの覚えておいてもらえればシーズン楽しめると思いますんで、ぜひ毎日スクールの方はやってますんで、よかったらお越しください。ありがとうございました。来てください。どうでした？いや、普段やっぱり細かいとこ意識してなかなか滑らないでやってたんで、今日すごい本当に細かいところまで教えていただいて、何本かで本当にできるようになって。2本しか滑ってない。2本しか滑ってない。やばくない？いや、すごいすごいです。なかなか上達してもらったんで良かったです。はい、もしこういうの学びたいなって思った人は、ぜひカーバーの方来てもらって。カーバとあと長野だと竜王、あと栃木のハンターマウンテン、うん、内容的にはどこも同じような感じでできるようになってますんで、出てると思います。ぜひぜひ、はいはい、うまくなりたい方はぜひうちのスクールへお越しください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。